こんにちは。原町接骨院久松です。今回は外出したくても原因不明の体調不良で外に出れない、そんな時の4つの対処法についてお話しいたします。あなたはもしかしたら、外に出たいんだけどもなんかもう出たくない、あとは特に風邪をひいてるとかね、体調病気があるとかそういうわけじゃないんだけども、なぜか外に出たくない、でも出たいっていう、そういう時ってあると思うんですよ。そういう時って理由があるんですよ。で、病気があるとかね、風邪ひいてるならもうちゃんとした部分で納得できると思うんですけども、そういったのはないのに外出したくない、でもしたいっていうね、そういう時ってね、どういうことかというと、実はですね3つ理由がありまして、1つ目は気持ちが落ち込んでいる、そして2つ目、脳が疲労している、そして3つ目もう体が疲れている、そういう時です。そういう時はねもう本当に脳がねもう出たくないってなっちゃうわけです。それで気持ちが落ち込んでたらもう脳の方でねもうそういったバーってエネルギーが湧いてこないわけだし、脳が疲労してたら疲労したでもう脳が疲れてるからもう動きたくないよって脳が思っちゃうわけです。そして体が疲れてるってことも脳にね指令が伝わってもう動きたくない出たくないっていう風になっちゃうわけです。要はねあなたの体と心ってのはもうリンクしてるわけです。一体化してるわけです。ですからもうこれらのね気持ちの落ち込み、脳の疲労、体の疲れを、取っていく、そうしていくことによって、外に出たいっていう風に気持ちに応えてスッと外に出れるようになりますので、その対処法4つありますので、ご紹介いたします。方法です。それは姿勢を正すことです。しっかり背筋を伸ばした状態、どうしてもね気持ちが落ち込んだり疲れてる時っていうのはもう体がこれ前かがみになって姿勢が悪くなる、そういった時っていうのは呼吸も浅くなってしまうし、体に力も入りづらくなる。しっかり背筋を伸ばす、それがあなたの体を回復させていく、そして自律神経の取りも良くなるし、姿勢を正していくっていうのがまず一つ目の方法。背筋をピシッと伸ばすんです。この時無理に反りすぎないように、しっかり背筋を伸ばしたらあなたの頭のてっぺんが天井に引っ張られているイメージ、天井に引っ張られているイメージで背筋伸ばしていくと、そして背筋を伸ばすと外出しやすい、そういった体になっていきます。2つ目の方法は呼吸、腹式呼吸です。脳に疲労があったり気持ちが落ち込んでいる時というのは呼吸が浅くなって荒くなってきますという傾向になります。そうすると呼吸を深く大きくしていくことにより体に大きくもう大量に酸素が入り、脳にもしっかり酸素が回り、体全体にもしっかり酸素が回っていきます。呼吸を深く大きくするにはどうすればいいか、腹式呼吸です。あなたのお腹をプッシュして大きく息を吐き出します。順番は必ず吐く方からやってください。そして吐くときに大きくできるポイントとしては、はーじゃなくてへーとへーという口の形を作って、実際に誰もいなかったらへーと口に出してもいいです。へーと、口に出さないと口の形を作るだけでもいいですからね。で、吐き切ったら今度は鼻から吸い込む、でまた口からへーで吐き出す、でまた鼻から吸い込む。これを1分もしくはあなたが落ち着くまでやっていただいていいです。腹式呼吸、呼吸を大きくすることによりどんどん落ち着いてきて、外に出たくないと思っていたあなたの脳と体も外に出たいという形になってきます。3つ目の方法は首の緊張を取ることです。どうしてもね、体が疲れたり
脳が疲れてると知ってる時っていうのは体がもうこのようになって緊張してきます。姿勢も悪くなります。そうなってくるとどうしても背中周り、肩周り、首周りが硬くなります。首の緊張を取ることによりそういった状態で改善して姿勢も良くなっていきます。どの方法が一番いいか、もうね私の動画で何回もご紹介してますけど、壁に手を当てて伸ばしていく方法、指先を下にして手のひらを壁につけます。そして肘を伸ばします。今度は肩を前に出す。そして反対側に向く。これやることによって、手の内側と胸の筋肉が伸ばされていきます。これを1分終わったら反対です。反対側も同じ、手のひらを押し上で指先下で肘伸ばして肩を前に出して反対側向く。これを1分、これを左右1分やることにより緊張が取れて首の状態が良くなって、あなたは外出しやすい体と心になっていきます。4つ目の方法です。4つ目の方法はあなたの脳疲労、脳疲労を解除していくこと。脳疲労を解除していくにはどうするか、一番簡単な方法は壁に足を立てかける。壁に足を立てます。これを3分やりましょう。これを3分やることにより頭がすっきりして、あなたは外に出たい脳になっていきます。ちなみにこれ足のむくみがある時にも解消できます。足のむくみを取れていきます。またもしこれやってて腰が痛くなった場合、少し休んでまた足を壁に立てかけるっていう形でもいいです。これ3分やっていただけるとかなり脳疲労が解消していきます。ということで、あなたが外出できない時、体調不良、原因不明の体調不良で外に出たいんだけどなんかもう出れないってなった時の対処法4つご紹介いたしました。4つ全部やってもいいですし、あなたに当てはまる方法をやっていただいて、結果外に出れるようになっていただければそれでいいです。あなたがやりやすい方法、そしてそれぞれありますので、ぜひやってみて、原因不明の外出を妨げるもの回復させて、しっかり外に出てあなたがやりたいことをやるようにしてみてください。またこれをご覧のあなたがもし、外出できるんだけども体調不良だとか自律神経的なことでお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。トイの自律神経整体であなたの体と心を回復するお手伝いさせていただきます。もし、真剣にお考えでしたら、下の概要欄のところにね、トイのホームページに載ってますので、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡してみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。